一緒だよ。始まるよ。この番組はご覧の提供でお送りします。はい、みんな大好きプロジェクト未来が超面白くなって帰ってきたよ。まんまる面白かわいいリズムゲーム初音ミクプロジェクト未来2、11月28日発売だよ。セガ、みんな元気？ミクだよと一緒だよの時間だよ。ところでミクだよは休みの日とか何してるの？え？なんかリアクション変なんだけど。なんか照れてるけど、休みの日何してるのって聞いただけなんだけど。いた。何？何何？やめてやめて、もういいからやめて。突撃ミクだよ。ミクだよのどこが好きなんだよ。目このつぶらな瞳が大好きです。大好きだよ。初音ミクプロジェクト未来2の最新情報をお届けしちゃいます。今回は前作よりさらに進化したキャラ遊びを紹介しちゃうよ。まずはマイルームで自由気ままに動き回るキャラアクション。部屋に置いたアイテムにキャラが反応することもあるかも。買っておいたスイーツやドリンクをキャラにあげておやつタイムを楽しんだり、お小遣いをあげるとキャラが自由に使っちゃったりなんてことも。さらに歌のお時間ではおもちゃのキーボードで遊んだり、キャラクターの歌声やいろんな楽器の音色を使って自分だけのマイフレーズを作ることができちゃいます。夢の街未来タウンで遊べるプロジェクト未来2の世界はやり込み要素が満載だよ。そんなめちゃくちゃ楽しみなプロジェクト未来2にさらにさらに大ニュース。なんとミクだよがプロジェクト未来2のイメージガールに決定。突撃ミクだよ。ミクだよさんから質問があります。こちらです。永遠のアイドルです。どうでしょう。有名ですね。有名わぁということで。天使ですね。天使要素はどこら辺に。まん丸い。マスコットで。4回にわたってご紹介してきた初音ミクプロジェクト未来2。期待が高まる注目ポイントをまとめてご紹介しちゃうよ。まずは人気曲ばかり集めた大ボリュームの収録曲数。みんなが聞き込んだあんな曲やこんな曲、お姉さんの大好きな曲もたくさん詰まってます。そして生まれ変わったリズムゲーム、新システムのダンススタジオにも注目。自分だけのオリジナル振り付けを作って友達に自慢しちゃおう。お次はパワーアップした着せ替えコレクション。驚きの100着以上、いろんな組み合わせも楽しめるからやり込み要素満点。そして進化したキャラとの遊び、可
夢の街未来タウンでいろんな遊びを楽しんじゃおう。そしてもちろん最大の注目ポイントはミクダヨーがプロジェクト未来2のイメージガールに選ばれました。これ2回もやることかな。突撃ミクダヨー、それはいいんですか。はい、どうでしょうか。神です。お友達です。大好きです。愛すべきキャラだと思います。ありがとう、ありがとう、みんなと握手で。食べちゃえば。あ、小さすぎて取れないのか。あ、じゃあこれ食べときなよ。はい。あ、そうそう、言い忘れてたけど、ミクだよと一緒だよ、今回が最終回だから。みんなお別れだよ。